優勝並びに射水市長賞、とうございます井上選手は全国各地の大会に出場いただいておりますけれども、北信越大会では2年生の時以来、2回目の優勝、今のお気持ちをお聞かせください嬉しいです。今大会にはどんな思いで出場されましたかあの去年、2回戦負けであの、今年はチャレンジという気持ちであの臨みました。 決勝戦開始8秒で見事な一本勝ちでした、えー、その他の試合も振り返って思い通りの試合はできましたかはいできましたさすがですね奈良から出場ということで結構来るのも大変だったのではないですかはい大変でしたお母様も朝早かったですかそうですねはい朝とても早かったです六 <laughs>、えー、年生この後の日の丸キッズの出場予定教えてください えと中国・四国大会と近畿大会に出場しますまた頑張ってください。ゆき <Okay. S 1> さん、ご家族にとって、日の丸キッズはどんな大会でしょうか、えー、親子で出れる試合で、とても楽しいですお母様にとってどんな大会でしょうか。 そうですね、えっと、試合を間近で見れることがないので、あのとても嬉しいです。ゆうきさん、柔道は好きですか、どんなところが好きですすか、えー、人を投げれるところが好きですお母さんもコロナ禍で、まあ、大変な毎日過ごされていると思うんですけれども、お子様の今大会の試合をご覧になって、いかがでしたでしょうか。 そうですねあのたくさん試合がなくなっている中でこうやって開催していただけることにとても感謝しかないです。ありがとうございます小学生最後の年ですけれどもお母さんとしてはどんな感想をお持ちでしょうかあのや今まで1年生からもずっとやってきたことを6年生最後で全部出し切れるぐらいあの頑張ってほしいと思いますありがとうございます。えー 最後にお母さんに質問ですけれども、お子様にはどんなように成長していてほしいでしょうか、えー。はい、人に優しく素直な子になってほしいと思います。はい、ありがとうございます。では、結城さん、最後に今後の目標を教えてください。えっと、あのマナー賞を取ることです。<laughs> 頑張ってください。ありがとうございました。 「あるき」